お迎えに参上いたしました。うむ、参りましょう。足直だ狼よ、我が血はそなたも。はい、私はそなた器用もだがな、死なぬ不死の人の私は狼よ。父よ、鉄のできます、巫女様を。それがわ、そなたは私を二度か、あるいは巫女様をお守り、そなたを不死永劫の任に狼よ。ありがとう。不死立ちについてだ、狼よ。このアシナの城にの戦況の、ああ、しかし、うん、狼よ、とあるお方、狼とあるお、この勝わた巫女のこのなみつ、つまりお、してこのせわたしお、あのお、クロス本身、一心様はただ少し入る屋根上に忍びよ、ああ、こちら、戻りまして、こ、おお、一心様とは会えた。はい、不思議になる、そう仰せ、不思議、先方人、なるほど、御意、私の方どうやら見つけた手がかり、花、花、ま、これはたける千家、この須藤深いな、あの、はい、ことま、巫女様、これは源の子を、はい、好奇を、だが、うん、どうした、ん、もし、はあ、この絵、わあ、はい、家具は、そ、腰、それ、岩、まあ、か、ん、く、家具は、それを、巫女様、その、ひら、すまん、城下に、エマの王か、うあ、源の、源、落ち、早こと、まと、猿が三匹、一つはカラカ、
許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故ぬこ。覚悟が終わりならば改められよ。ているのですね。不思議り、確かにもらい受けた。あなたは何すふなりゅすみすめわつまほくふすみわおてほ。はい、お米噛めば噛む。巫女の死よ、すみません、お米、ま、受け取れ。それはお主に渡し、ありがとう、受け取ります。どうした。私まだ、すみません、お米、ま、さようなら、あなた。巫女の死よ、すみません、おこま、さようなら、あなた。狼、不思議、発生、おつ、いつも、あお戦国みなみな落ちたことま、なあ、そ、はい、な、そ、ただどうかえます。
お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。この袋は巫女様の尊いその恩賜をお守りしたいだけにございます。お主も竜院に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したか。満足しましたら帰りまする。生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそ巫女。それよ。竜院ですが。分かった。第一の今より巫女。そう、死のことできませぬ。できぬ。なん、せがれよ。主にと、はい、城の床さたける様が、つまり、はい、春にです枯れて枝を花を床さでは。狼、ご無事で何より。フクロウは、クロウ様、すまぬ。な、狼、ありがとう。父がこれをも。そう、はい、これでまた一人。そう、大きそれは竜院の巫女クロスです。だ、何人、
さて、エマ殿に。確かに。エマ殿。失われ、持ち去られた枝にしても先に。御意。お主、はい、巫女様、戦記不死だ、そのため。そう、確かに、ですが不思議。はい、こちらタケル様が。はい、不思議りならば流陰の巫女の身に。わか、これで不死立ちが巫女様にも。はい、巫女。おう、いや、はい、そこがよく手に入れてくれ。狼、はい、どうじゃった。不思議林。そうか、不思議りなら、はい、これで狼を。御意。巫女様。狼、うん、案ずるな、深くは切らぬ。不思議りを抜いてくれぬか。はい、すまぬが目を。はもう良いぞ、狼。大事。大丈夫、これが何。はい、どうじゃ。匂いと源、その言葉が。源のタケル様が書き残す、その源の宮へ。かぐわしく香りの石が置かれた、うん、岩戸の奥の腰に不死立ちは間近。御意。狼よ、はい、まずはそなたは岩戸の奥の子。御意。行くか、狼よ。は。狼殿。では。巫女の忍び、ようこ。すみません、お米がまた。さようなら、あなた。どうか無事に。おう、そうじゃ。竜の波、必ず手に入れ。行くか、狼よ。は。狼よ、はい、まず岩と行くか。お、は。巫女の忍び、よく。巫女の忍び、お米が豊さ。お、豊穣を。かたじけない。お米はまたいた。すみま、おこま、さよ、あなた。巫女の死、ようこそ。すみません、おこ、また、さよなら、あなた。クイオ、いかがかね。死者。あ、巫女の忍び、お待ちして。すみません、お米がまた。
巫女お待ちし、さあ、ほう、北条を。礼を言う。はい、しっかり噛んで。また。巫女の死お待ちして。また。巫女の死お待ち。また。巫女のお待ち。すみません。おこまた。また。巫女の忍び、よくおいでくださいました。どうした？大事ありません。それより今、お米を。待て、顔色が優れぬ。ゆっくり休め。はい、わかりました。何かあるか？え？何か？では。わかった。カキだ。まことに。食え。甘くて美味しいです。そうか。忍びよ、お手を。だが。もう大丈夫です。お手を。わかった。豊かな実りをあなたに。礼を言います。いただいた柿のおかげで、よければ留院の巫女にも。わかった。巫女の死のようこそ。すみません、お米が。また。さようなら、あなた。巫女の死のようこそ。すみません、おこ。また。さようなら、あなたの。戻ったか。はい、九郎様に預かり物がござ。預かり物。これを。これは米か。はい、そうか、良き米と見える。噛むとはもうございます。噛む？狼よ、米は。は、何でもった。ならば、よし、良いもの。いただいた。行くか、お。は、さあ。は、これは。お、仙宝寺の巫女殿。さあ、うまい。狼よ、うもうこそ。であろう、幼き頃から平田のお屋敷でも、いずれ、いとまができたら、茶屋でも開くかの。狼よ、はい、まず、いわ、行くか、お。は、巫女に、お米を渡していただけましたか？ああ、もらった米を巫女様がおはぎにしてくださった。まあ、留院の巫女がご自身でそのような。とても張り切って、そして
とても。それは良かったです。ああそうか、竜医の巫女もまた人なのですね。なんとは当たり前のことか。不死立ちもきっとゆえに迷い、それでも選ばれたのでしょうね。巫女の忍びを一つ聞きたいのですが。なんだ。巫女様の名は。九郎様だ。九郎様、とても良い響き。いつかお会いしたいものです。巫女の忍、ようこそ巫女の忍。お米がゆつさ。ああ、宝珠。かたじけない。お米は大事。またいただきにいらしてください。すみません、巫女の忍びよ。お米がまだ実っておらぬのです。またさよう。あなたの私はあの方たちを失いたくないけれど、竜院をお返しする道、それを選べば皆と別れることになるかもしれません。そう言ってくれ。いいえ、皆、あのお方は本当にお優しいのですよ。これを渡してくださったのも。おい、巫女の忍び、いらしていたのですね。おかげで友達と深く語らうことができました。墓地の巫女たちか。はい。それであなたにお伝えしたいことがあります。留院を立つのではなく、あるべき場所にお返しする道について。留院を返す。そうです。留院は故郷を放たれ、この日の元に流れ着いたもの。あるべきではない場所にあるべきではないものがある。故に我らのような歪んだ命を生み出そうとするものが絶えぬのでしょう。竜院や竜院に連なる我らはきっと帰るべきなのです。西へ、神なる竜の故郷へと。ただいかにしてたどり着くか、それがまだわかりません。定かなことを知る者は先方商人ならば、あるいは。それは誰だ。この先方寺の開祖です。体内くぐりのうちに巫女の忍びよ。なんだこれは。不死立ちとはまた異なる道、故に無理にとは申しません。もし竜院を返す道を望まれるならば。考えておこう。巫女の忍びよ、もし竜院を返す道を。あのお方は体内くぐ。そし、
巫女の忍びよ。もしや先方商人と会ってきていただけたのです。死んでいた。先方商人は虫付き。だが書が残っていた。拝見します。なるほど、蛇書きというものを二つ喰らえば、そうすれば私がそのゆりかご、私がなり。お主。もちろんです。私は生中には死に、巫女の死の流因を返す道を望まれるならば、心当たりは。おそらくは柿のように。蛇書きはの人人あのも駆け越えて生書きも生書き、ええ、お米困り、お米、うん、お落ちの巫女の忍びよ、二つの蛇書きを。ああ、手に入れた。この赤き様、確かに柿とはよく申した。まことに食らうのか。もちろんです。そうすれば我が体は流因をお返しするための。ただあなたの前でそれをするのは時を置いて。いただいた二つの蛇書きを食べ、流飲をお返しする時を置いて。分かった。
忍び、そこに。お主、目が。やはり巫女の忍びよ、手を取っていただけますか。ああ、これは。ひんやりと氷室のようでございましょう。だからほら、私の涙もこぼれ落ちる間にいてついてし、この氷涙をお授けしましょう。氷涙か、もしや。はい、おそらくは冷たい竜の涙が刺すのは、竜の涙とともにこの氷涙を飲んでいただくことかと。さすればきっと九郎様にゆりかごに宿っていただくことがかなう。巫女の死の私にで。なんだ。お手を。ああ、白金の包丁を。これは冷たい。凍えたこの体がお米を冷たく輝かせるのでしょう。まるで。確かに。ではそう呼びましょう。巫女の忍びよ、ささめ雪をどうぞ。いただこう。お米はだ、きっとまた。すみません、お米がまた。竜印を返すことを望まれ、竜の涙とともに、巫女の死の竜の涙を、巫女の死の、きっとまた。
様。一心様を病にて、それを察知しナイフの軍が、巫女様、これを、この巫女様は、はい、月見楼がある水の九郎様はその抜け穴から上、分かった。一心様の夜鷹の呪し、九郎様、月すすきの一心様の夜鷹、今し一心様の、分かった。すみません、流害になひゆえに、うこれ、九郎様を、九郎様。久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議りのもう一振りよ。健一郎殿。そのようなものでは、決して芦名の命運は。変わりませぬ。狼よ、留飲など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。御意。参る。ああ、しまいとしよう。何もできなかった。だが流飲がこの国を生かす。これで芦名の世は明ける。哀れな孫の最後の願いじゃ。わしはこの芦名をよみがえらせねばならぬ。ゆえに赤炉、死を切るぞ。
じゃあセキロ、さらば。おそばにおります。竜の涙を。参りましょう、我が巫女。クロウ殿、今はどうか安らかに私の心に留まってください。さようなら、みんな。私は行かねばなりません。我らの因果を断ち切るために。とても長い旅になります。それでも共に来てくださるのですか？はい。ありがとう、竜の忍びよ。クロウ殿も喜んでおります。参りましょう。西に神なる竜の故郷に。